世紀を代表する審判といえばやっぱりこの方。アウト。お前はアウト。お前は村田。いやいや、アウトじゃ。俺は村田だ。47 home runs. 2-2.三振，夸张的三振拉弓，这是台湾高中棒球联赛主场风车式的拉弓，意外成为焦点，登上大联盟官网。哇，内角球进来非常准，动作会影响选手，然而夸张的拉弓动作还有这个。对。亚洲棒球联赛主场三振拉弓，往地上猛吹，还有往后退的拉弓。三振往后退一步、两步、三步才拉弓，真的没有极限。この時、二塁送球の隙を突いて三塁ランナー土井が本塁突入。だがキャッチャー岡村は土井を完璧にブロック。試合を見ていた人全てがアウトだと思った次の瞬間、球審岡田勲の手が大きく開いた。セーフ。このジャッジにキャッチャーは激怒。球審岡田を殴り、日本シリーズ初の退場となってしまった。ミスジャッジだ。誰もが退場となったキャッチャーに同情し、球審岡田に不信感を募らせた。だがその翌日、それがミスジャッジではなかったことが証明されたのだ。一枚の写真、土井の足わずかにホームベースを踏んでいる。私は誰よりも一番近くでプレーを見ていた。絶対の自信がある。
控えめに語った彼のこの言葉が新聞の片隅に小さく載っていた。